久野和貞は、日本の実業家、コンサルタント、コーチ、自己啓発書作家。この上株式会社代表取締役社長。横浜市生まれ。立教英国学院、東京大学経済学部、筑波大学、MBA 卒業。東京大学経済学部を卒業後、ボーカルスクールの経営を開始し、27歳で、 通信販売の会社を創業。数年間2社を経営した後30歳より一般企業に入社。太鼓エレクトロニクスにてファイナンス及びマーケティングマネージャー、フィリップスにて経営企画、組織変革推進、営業企画、ロジスティクスの各分野の部門責任者及び新規事業を立ち上げ、ビューローベリタスにて営業部長、プロフューチャーの 常務取締役兼 COO を歴任。この頃、筑波大学国際経営プロフェッショナルで学ぶ。ルータイスと、戸間ベチヒデトが共同で作った、トゥッピーに出会い、コーチングを志すようになり、両者に指示して、コグニティブコーチングを学び、複数のライセンスを取得。2015年12月にコーチングを中心とした、経営支援を行う、このウェ株式会社を立ち上げ、 代表取締役社長に就任。2016年にはテンプル大学ジャパンキャンパスで認知心理学講座を教えていた。ありがとうございます。